動画をご覧の皆さん、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。勇者アキーラです。ヒヒーンヒヒーンヒヒーンさあ、ということでね、今回ね、私、最もね、レビューをしようかなと思ってるんですよね。まあ、っていうのもね、まあ、前回ご紹介したこちらのね、オーグルスのエラ SRTA というアトマイザー。まあ、こちら16ミリのね、とってもプリティチャーミングなね、アトマイザーちゃんなんですけれども、まあ、こちら、まあ、16ミリっていうだけあってさ、合うモッドを持ってなかったんですよね、私ね。残念なことに。まあ、それで、まあ、これに合うモッドを探していたところ、ちょうどいいのを見つけちゃいまして、まあ、そちらをね、ちょっと今回ご紹介しようかなと。まあ、いうことで、こちらの、スモックグラム25キットっていうやつをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。で、まあ、ちょっとね、この、モッドに入る前に、こちらのね、ちょっとこう、補足なんかをね、させてもらおうかなと思ってて、まあ、っていうのも、まあ、レビュー動画を撮った後に実際何日間か私これ使ってたんですけど、まあ、いろいろちょっと後で補足で言いたいなと思ってたところがね、2点か3点ぐらいあるんですよね。まあ、基本私初見プレイで動画撮ってますんでね。だから後々ね、なんか、言い足りなかったこととか出てくるんですよね、ちょこちょこと。まあ、それなら初見プレイやめりゃいいじゃねえかと。ね、実際何日間か使ってみて、その後レビュー動画撮った方が、もう質の高い、そして痒いところに手が届くような、細かい、レビューができるんじゃないかと、まあ、思う人もいると思うんですけど、まあ、実際そうだと思いますよ。ただ私の場合はね、これ私、極度のルーティン男なんで、一回初見プレイでするって決めたらね、なかなかそれ崩せないんですよね、私。だから、なんで初見プレイにこだわってるのかっていうと、私の性格上の問題と、まあ、いうところですよね。私本当にルーティンやばいからね。ルーティン1個でも崩れるとマジで機嫌悪くなるんですよ。めんどくさいでしょ、こういう男。今女性がこれ見てるかどうかわかんないけど、ね。女性がこの動画を見ているとは、まああまり思えないけれども、もし、ここに、年頃の女性が見てるとするなら、あなたたちに忠告したい。ルーティン男はやめとけと。ね、私がそうですから。私の奥さんは頭を悩ませてますよ。私のルーティンにひどすぎて。どれぐらいひどいかっつうとね、私ね、そうだな、もう、例えば歩いて30秒ぐらいのところにコンビニがあるんだけど、そのコンビニに行くときは絶対ね、イヤホンつけていくっていうルーティンね、まず。イヤホンつけて音楽をかけていくって決めてるんですよ、絶対。だから、30秒、片道30秒だからさ、30秒でコンビニで1分で買い物して30秒で帰ってくるとしたら、まあ大体2、3分じゃないですか。1曲聴き終わる前に帰ってきちゃうんですけど、絶対それでもダメなんですよ、それは。イヤホンしてないとね、気になっちゃう。もう気持ち悪い、むしろ。気になる、通り越して、もう気持ち悪い、きしょい。もうそんな感じなんですよね。そうだな。まあ、あとフルーツは、食後じゃなかったら絶対食べないとか、あと、私基本的に口の中の味覚は、最終的には甘い、もしくはコーヒー飲んだ後の苦味、もしくは何もない状態で終わらしたいんでね、一日の最後は。だから、しょっぱいお菓子は極力食べないというルーティーンね、これも。だから、しょっぱいお菓子を仮に食べた場合は、食べたくもないのに最後に絶対甘いものを何か食って終わるという感じにしてるんですよね。だから太るんでしょうね。まあ今のはね、ごく一部ですけどね。あと寝る前にどんだけ眠くても絶対本はちょっとだけでも見るっていう、もう眠くて死にそうなのに、活字は一回は絶対目を通すと。まあ読書なんかは集中しすぎると、こう活字が踊るっていうじゃないですか、字が踊るって。ね、私別の意味で字が踊ってるんですよね。だから、もう半分夢うつつの中でこう本をバッとめくるんで、もうその時点でもう文字踊りまくりですわ、もうね。まあ、そんな感じのルーティーンがすごいいろいろあって、それが崩せないんだね。だからね、これね、一緒にいる人マジでめんどくさいと思うよ、僕と。意味もわからない状態で、急に機嫌悪くなったりするんですよ、だから。なんで怒ってんのみたいになるんだけど、それは単純にね、ルーティーンが崩れたからちょっと機嫌悪くなってるみたいな状態なんですよね。だから誰が悪いとかじゃないんだけど、我ながらめんどくさいなと思うんですよね。そういうとこ。でもどうやらね、なんか僕の奥さんもね、なんか元彼がね、ルーティン男だったらしくてね、その男にもすごいめんどくさい思いをさせられたらしくて、あの男の時にめんどくさいな、こいつと思ってたけど、あんたもやばいよね、みたいな感じで言われるんですよ、よく。元彼を引き合い出してね。知らねえよ、そんなことだと。貴様の元彼なのか知ったことねえよ、バローと思うんだけど、まあ、なんか、そういうルーティン男に限ってね、パンとカレーが好きっていうね、謎のね、奥さんの謎理論をね、ぶつけられたりしてね、まあ、そんな感じなんですけど、で、補足な、ちょっと話がそれましたけど、ま、ちょっと補足なんですけどね、まず、これドリップチップ変えたんですよ、僕。この、初めに初期装備でついてたこのドリップチップ嫌いだったんで、ちょっと、なんか何が嫌かって、細すぎて加え心地が悪いというね、まあ、それだけの理由だったんですけど、で、このドリップチップをまず変えて、で、このドリップチップを変えるときにさ、これ引っ張るじゃんか、これ引っ張ったときにね、こう、ポンと、ほら、
抜けちゃったんですよ。これ抜けるんで、これオーリングで止まってるだけなんでね。前回のこの動画のコメントにもね、誰か書いてくれてた人いたんですけど、まだコメント返信できてないんですけどね。ドリップチップ変えようと思ってこれ引っ張ったらタンクごと抜いたっていうこと書いてる人いたんですけど、僕もまさにそうで、この黒いドリップチップちょっと嫌いだったから変えようと思って、これ何気なくポンとね、外したら、本当にこのタンクごとポコンって抜いちゃって、で、僕よそ見しながらこれ外そうとしてたんですよね。ポンと外れてさ、新しいドリップチップをと思ってたら、ね、もう時すでに遅しというかね、もう後の祭りだね、そうなったらね。私の周りは、かぐわしい香りで包まれていました。はーい。ということで、まあ、まず一つ、ドリップチップ変える場合はね、もうこのタンク外れないように気をつけてこう外してくださいと。まずこれ一つね。で、あとね、これね、ちょっとセッティングがいまいちだなと思ってさ、これ初め僕26ゲージの、内径2ミリのマイクロコイルで巻いてたんだけど、ちょっといまいちだったんで、ちょっと抵抗値上げようかなと思ってさ、26ゲージのね、5巻か4巻ぐらいのスペースで今組んでるんですけど、ね、内径を 2.5 に変えてね、で、こんな感じにしてるんですけどね、これ初めにね、見事にショートしちゃって、もうデッキ自体が狭いのと、こう、チャンバーのね、背が低いんで、2.5 とかだったらマジでギリギリなんですよ、これ。その2つはまずあるね。あと、これ、リビルドするときに、これ外す、このチャンバーをね、外すときにね、この下の、このエアフローのところ外さないといけないんで、まあ、一手間かかるよっていうところとね。まあ、だから補足はそれぐらいかな。はい。で、あと、僕が初めの方に、その、前回の動画で気にしてた、これ、オーリングで挟まってるだけだから、ここからリキッド漏れてきたりしないのかなーっていう不安だったんですけど、それはね、なかったっすね。まあ、そういうわけでね、こちらのグラム25をね、ちょっと上げていきますね。よいしょー、スマーク。さあ、こちらの箱を開けますと、はい。これがね、シリカゲルゲル、シリカゲルですね、これね。Do not eat. 食べないでちょうだい。これ乾燥、乾燥ちゃうわ、これ湿度から守るやつだっけ？多分そんな感じよ。で、これ取説ですね、取説。日本語はありますか？日本語は。僕ちんの大好きな日本語はありますか？日本語、日本語、日本語はどこですか？日本語、日本語、日本語、Nothing to the future! わおーヒヒーンということでね。さあ、あとこれが、なんかワランティーカード。そしてこれがスモックっていうのが名刺かな？これはね。はい、カーション。カーション、read to user manual before using this product. 使う前にユーザーマニュアルをちゃんと読んでねっていうことですね。私、こう見えて英検準2級でございます。イエーイ！実はそれ、嘘でございます。な感じで。はい、本体出ました。こちらね、こちらが本体。あと、ついてるクリアロと。あと、これが、これタイプ C だね。タイプ C って書いてるね。タイプ C の充電器。で、あとは、まあ、このクリアロの付属品たちと、まあ、いう感じですね。さあ、とりあえずね、まあ、本体見ていきましょう。本体こんな感じ。こういうね、保護フィルムが貼られてますんで、私こういうのは速攻で剥がしてしまうタイプでございます。私ね、高校生の時とかはまだガラケーだったんでね、結構印象に残ってるんですけどね、中にね、ガラケーのさ、画面に貼られてる保護フィルム、いつまで経っても剥がさないやついたじゃないですか。なんで剥がさないのかなと思って、僕速攻剥がすタイプだからさ、こういうの。大事そうにね、保護フィルム貼ってる友達がいたんですよ。なーにーっていう感じですけどね。さあ、これをちょっとこう、ペリペリと、まあ、剥がしていきまして、はい。まあ、こちらもね、ペローンと。はい、こちら。こちらが、グラム25。ちっちゃいでしょ、これ。なかなかちっちゃいよ、これね。なかなか、ちょっとサイズ感がわかりにくいと思うんで、また、ちょっと比較出していきましょうか。まずこちらがピコ、アイスティックピコと比べるとこんな感じ。はい、こんな感じね。だいぶちっちゃいでしょ、これ。アイスティックピコの、ちょうど半分ぐらいかな。はい。こんな感じだからさ。で、あと、まあ、デュアルとかの元と比べると、ほら、ちっちゃい。ちっちゃいねー。ふぅ。で、ちょっとこれ、まずこれのスペックだけをちょっと見とこうかなと思うんですけどね。で、まずね、こちらね、バッテリーはね、内蔵型っすね。で、バッテリー容量はね、900mAh。で、マックスのパワーは 25W まで。で、充電はタイプ C っていうことっすね。で、あとね、まあ、英語でね、書いてるんで、ちょっとあれなんですけど、まず、抵抗値、0.6 オームから、3オームまで対応してるみたいです。はい。で、操作方法はね、結構簡単で、これは5クリック。5クリックで電源オン。で、まあ、ここに、モニター出てきますんで、はい。で、これを2回短くクリックすると、このワッテージのここが点滅しますんで、これでね、調節できると。
ワッテージを変えれますよというね。これはね、あのね、このアイスティックピコとかこういうのみたいな、こうプラスマイナスがあるわけじゃなくて、このボタン1個だけなんで、これで2回短くクリックして点滅してる時にこのボタンを押すと 1W 刻みで上がっていきます。で、25まで行くと、まあ1に戻るという感じですね。はい。で、これさっき言ってたさ、0.6 オームから3オームまでの低高値なら対応してるよっていうことなんですけど、まあバッテリー容量がね、900ミリアンペアっていうこともあるし、まあ本体はこのサイズ感なんで、まあそんなにね、こうでかくてごっついアトマイザーでね、低低高の爆炎でね、炊くときに使うような元ではないっていうことで、まあだから 0.6 オームから3オームまで使えるっていうので、まあ十分かなと思いますけどね。はい。で、あとはまあクリアロはね、ちょっとあまり興味ないんで僕使わないんですけど、クリアロはさ、これ、まあ大体、あ、16ミリだね。16ミリ。で、これが 0.6 オームのコイルがついてますと。で、まあ、ここにね、こんな感じのゴムで、こう穴が開いてるんで、ここになんかノズル突っ込んで、リキッドチャージしちゃいなさいと。で、ドローはこんな感じになってるね。うん。まあ、クリアロはこんな感じでした。ということでね、ちょっとこちらのね、モッドに、ちょっとこちらのアトマイザーをつけてね、ちょっと捨ててみようと思います。ちょっと緊張の。はい。まあ、ということで、こんな感じでつけちゃいましたけど。どうですか、これ。もうぴったりですよ、もう。ぴったりですよ、完璧だ、これは。完璧じゃないか。いいですね、この一体感。かわいい。かわいいよ、これは。とってもかわいい。まあ、普段使ってるやつがこうだからさ。こうだからさ。もう重さもね、かなり軽いしね、これ。こっちなんかかなりずしっときてるからね。いや、いいよ。いいよ、いいよ。なんかイーリーフで、こんなのあったよね。ちっちゃいやつ。僕、あれ、イーリーフのあれもちょっと欲しかったんだけど、なんか名前忘れたわ。アムニスだったっけ。まあ、なんかそんな感じのね、やつだったんだけど、それによく似てますね、やっぱりね。あれも欲しかったんだけど、買えなかったからさ。ちょっとこっち買ったんだけど。いや、いいよ。見た目もシンプルで。ただちょっとここツヤツヤすぎて、ちょっとこう、指紋が目立つっていうのがね、気になるけど。まあ、そんなもんですね。良き。で、ちょっとね。まあ、14ワットぐらいにしときましょうか。ああ、これね。あと、言い忘れてたけど、2回クリックして、こう点滅して、まあ何秒か経ったらこれ点滅止まるんで、まあそれで決定みたいな感じだね。はい。よし。じゃあこれで、ちょっと吸ってみようと思います。いやー、いいですよ。いいですよ、これ。なかなかこのサイズはいいですよ、もう。はい、まあそんなこんなでね、こちらのスモークのグラム25ですけど、まあまず、サイズも申し分ない、コンパクト。で、バッテリー容量は 900mAh。で、タイプ C なんで充電も早いし、操作性もすごいシンプルなんでね、かなり使いやすいと思いますね、こちらね。まあただまあ、僕の場合はね、この 16mm のアトマイザー乗せるためにこのモッド買ったようなもんなんであれなんですけど、逆に言えば、16mm 以上になるとちょっと厳しいかもしれないというサイズが。うん。とりあえず今、主流のね、22とか、25とか、24とか、あそこら辺のアトマイザーは絶対頭でっかちになっちゃうんで、まあ、こういう16ミリとか18ミリとか、ああいうちっちゃいアトマイザーを買った場合に、こういうのが重宝するのかなと思います。それかまあ、ここのついてるね、まあ、このクリアロでいくか。まあ、せっかくなんでね、ちょっとクリアロは吸わないっすけど、クリアロつけてみましょうか。まあ、クリアロつけたらこんな感じだね。これもかっこいいよ、なかなか。はい、まあそういうことで、今回はね、こちらのエラ SRTA を、乗せるためにゲットしたスモークのグラム25でした。まあなかなかもうフィットした時点でもう大満足でございます、私。ちょっとこれでしばらくね、使わせてもらおうかなと思いますね。はい、まあということで、今回の動画は、ここらで終了にさせてもらおうかなと思います。また次回の動画でお会いしましょう、皆さん。それでは、さようなら。